ミュージックサイラをお聞きの皆様、そして杉之内さん、お元気でございますか？こんばんは、スタートスレビュー根本要でございます。いつもお世話になっております。僕らスタートスレビューも39年目という年に入りましてですね、毎年毎年香川県さぬき市の方では野外ライブをやらせていただいて、その他にも、ツアーの度にね、高松の方にはお邪魔しているわけでございますが、さて今回6月の26日に、新しい、アルバムと、DVD、ブルーレイがリリースになりました。楽園音楽祭2018というですね、僕たちが毎年夏に行っている野外ライブツアーの、愛知県版というかね、オリコロパークという、かつて愛知九博でね、たくさんの人が訪れた、その跡地が、とても綺麗な、野外音楽劇場になっておりまして、そこでの、野外ライブの模様をね、DVD、そして、CD に収めたわけでございますが、DVD 収録のために、とても景色もいいのでね、もともとそこで収録を行ったわけでございますが、DVD とかブルーレイっていうのは見る場所限られているわけで、ファンの方からもですね、あっちこっちでいろんなところで聞きたいと、今携帯プレイヤーとかあって、持ち運びできる音楽というのがたくさんあるわけでね、そこで、CD もリリースしてくれという要望の中から、その DVD の中15曲抜粋して、なんとですね、1000円ですよ。これね、DVD、ブルーレイを主目的で作ったんで、音源の方はそのまま流用できるということでね、スタジオも編集だけだったので、できるだけ安くお届けしようというところで、なんと15曲入って1000円。税込みでございます。そして、僕らには珍しくですね、カバー曲が入っておりまして、これは、太田裕美さんの木綿のハンカチーフと、それから、ルクプルさんの日だまりの歌というのが入ってるんですね。で、これ、なんでこの曲やってるのか。CD の方にはそのままね、6曲目、7曲目とカバー曲が入ってくるんですけど、何の説明もないんでですね、あれと思うかもしれないけど、こちらの答え合わせをしたい人はですね、DVD、ブルーレイを見ていただくと、そこに答えが、こういう理由でやったのかというね、答えも分かっていただけるかと思うんですけど、とりあえず、今日はですね、そのアルバムの中から、ライブバージョンですね、今夜だけきっと、そして、太田裕美さんのカバー曲になりますけど、木綿のハンカチーフ、そして、僕らにとってはですね、今のところ一番新しい、シングル曲、これをライブバージョンでお届けします。世界はいつも夜明け前。ということで、ライブ CD の中から、今夜だけきっと、木綿のハンカチーフ、世界はいつも夜明け前、3曲続けてどうぞ。さて、僕らスタートスレビューは7月24日にですね、新しいシングルが出ます。これがですね、ゲゲゲの鬼太郎のエンディングテーマで、牛蜜ジャンボリーというんですね。この、ゲゲゲの鬼太郎のエンディングテーマのお話をいただいたときにですね、おそらく、妖怪たちをですね、懲らしめる、ゲゲゲの鬼太郎がいるわけでございますけど、おそらく、一番の妖怪は人間なのではないかと、僕らの心の中にね、様々な妖怪が住み着いてるわけでございます。時に、嘘を言ったりとかですね、人を騙したり、時に楽しようとしたりですね、そんな普段の生活の中に、それでもきっと心の中に、鬼太郎も住んでるわけでね、いつも自分で正しくあろうとする、そんな思いが、人間にはそんな葛藤が心の中にあるんだと思うんです。ゲゲゲの鬼太郎のね、テーマもそうやって、善も悪も受け入れて、こうね、世の中が少しでも丸く、収まれば、という思いもあるような気がするんです。そんな思いをですね、僕らなりに音楽に仕立ててみました。牛蜜ジャンボリー、ゲゲゲの鬼太郎のエンディングテーマでございます。よかったら聴いてみてください。さて、スタートストレビューでございますが、今もツアー中でございましてですね、還暦少年という昨年の6月にリリースしたアルバムを持って全国ツアーですが、先ほども音源でご紹介しましたように、毎年夏は夏で、恒例の楽園音楽祭というのをやっております。今年もですね、香川県の、さぬき市テアトロンで7月の20日、もう20年以上やってますからね、7月の20日、野外音楽堂テアトロン、そして、ツアーではですね、高知のですね、須崎市市民文化会館、こちらが10月の26日、そして翌27日が香川県の、桜と多度津は初めて、須崎も初めてですかね、県内2公演やらせていただいたりとか、本当にありがたいもんでございます。まだまだスタートスレビューこれからも、ライブで伺いますので、もしお近くにいた際にはぜひライブスタートスレビューの生を楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、ミュージックサイラ、杉野純一さん、
これからも素敵な音楽をたくさん流してくださいということで、スターダストレビュー根本かなめでございました。どうもありがとう。